扁平上皮癌の組織像扁平上皮癌は上皮性の悪性腫瘍の一つである。皮膚に生じたものは有極細胞癌と呼ばれる。扁平上皮癌の発生は重層扁平上皮あるいは扁平上皮化成した上皮の規定細胞から始まる。この規定細胞が悪性化し、異形性、多形性を増し、上皮化結合組織中で増殖する。増殖は放送構造を停止。 高層中心部は、角質の形成を認める。これを、ん真珠という。また、高校、舌、咽頭、食道、生体、気管、気管支、喉頭、肛門、女性の外陰部、膣、子宮頸部、子宮膣部などの重層変平上皮に覆われた粘膜、及び皮膚に、不規則なビランあるいは海洋を手術の程度で認め、海洋周囲組織には高血を認める。 組織学的には、癌細胞の核質形成程度により、核質形成が多い場合を、高分化型扁平状がん、核質形成がない場合を、低分化型扁平状がんという。高分化型扁平状がんは、細胞は、核化性重層扁平状皮の正常をよく示し、実質ホースの中央部に、同じ演奏状の癌真珠の形成が明らかである。 低分化型扁平上皮癌は、異形性の強い防水系及び、多角形の細胞の増殖からなりトゲ細胞や、核化細胞の正常を示すものは乏しい。ありがとうございます。